はい、さい、ぶらり町中華の旅、今回は沖永良部島からお送りします。中華料理ライライさんです。まずは瓶ビール650円。最近生ビールじゃなくて瓶ビールにハマっております。この日はライライさんに来る前に島中をレンタサイクルで走り回っていました。カンカン照りの炎天下のもと、約3時間ほどあちこち走り回っていたので喉がカラカラです。あっという間に2杯を飲み干し、3杯目をついていたところに注文していた料理が到着しました。野菜炒め680円。もやしにキャベツ、人参、豚肉、本当に美味しそうです。湯気があちあちです。島の高校生も昼ご飯を食べにやってきました。箸袋を折り曲げて即席の箸置きを作るのがいつものサトシスタイル。それではいただきます。うまいです。野菜がシャキシャキしています。味付けも美味しいです。塩コショウが効いていて汗をかいた後に染みます。そしてビールをグビッ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 、ビールと野菜炒めが合う。なんだか町の中華料理屋で野菜炒めを食べながらビールを飲んでると、本当に自分はおっさんだな、真のおっさん、文部省公認のおっさん、ジスマーク付きのおっさんだなと思います。なんかラーメンとか唐揚げとか餃子とか、そういうちょっとがっつりしたもんじゃなくて、野菜炒めっていうのがなんかね、こう渋いおっさんって感じします。そうこうしてるうちにビールがなくなってしまいました。野菜炒めもなくなってちょっとなんか物足りないな。汁まで飲んじゃう。ごちそうさまかな。いや、やっぱりもうちょっとなんか食べたいな。何しようかな。ラーメンかな、焼き飯かな、天津丼ください。天津丼、はい、はい、あと生ビールもください。結局生ビール頼んじゃう。くー、やっぱり瓶もいいけど生もいいな。と、そうこうしてるうちに天津丼が到着しました。関東風のあの赤いケチャップ餡の天津飯じゃなくて、関西風のこの茶色いだしの天津飯です。それでは実食。めちゃくちゃうまいです。こんな美味しい中華丼、ちゃうわ、天津丼がまさかこの沖永良部島で味わえるとは。カウンターの隣の人が中華丼を頼みました。時空を超えてこのナレーションを聞いていたようです。昼間から町中華でビールに天津丼、最高やないか。やばい、箸ならぬスプーンが止まらねえ。ビールで燃料補給。うおー、天津丼さみだれ食い。
最後は丼片手にフィニッシュです。あーうまかった。スープが優しい味です。ごちそうさまでした。皆さんも沖永良部島に行ったら中華料理ライライさん行ってみてね。